ポズボル条約、またはポズボルの和訳は、1557年9月14日に、テッダ・マリアナのリボニア連盟と、ポーランド・リトアニアが結んだ和平条約。前者の領土が、後者の保護下に置かれることになった。背景には、リボニア連盟内の構想や、ポーランド王、リトアニア大公、ジグムント2世やウグストによる軍事的な圧力があった。この条約は、 ロシアのツアーリであるイヴァン四世の怒りを買い、リボニア戦争の発端となった。北方十字軍後の時期のリボニア、リボニア戦争の頃まで大きな変化はない。ジグムント二世、アウグスト十三世紀以降、リボニアの大部分はドイツ騎士団国の支配下にあった。1525年、ドイツ騎士団総長アルブレヒトが、ドイツ騎士団国の南側の領土を、 プロテスタント化、世俗化した。こうして、ヨーロッパで初めて登場したプロテスタント国家プロイセン公国は、クラクフ条約に基づきポーランドリトアニアの保護下に置かれた。アルブレヒトは、リボニアでもプロテスタント化を進めようとしたが、これが、リボニア連盟の反発と分裂を招いた。1555年に、アルブレヒトの弟である、リガ大司教ビルヘルム・フォンブランデンブルクが、 管轄域でルター派の教会法を施行しようとし、プロテスタントのクリストフツーメクレンブルクを共同主教に任じた。すると、カトリック勢力は反乱を起こし、ビルヘルムとクリストフを捕獲した。デンマークがリボニア内の対立の朝廷に当たっていたが、ここにポーランド王リトアニア大公でありアルブレヒトの保護者であるジグムント2世やウグストが横槍を入れた。 ジグムント2世やウグストは、ビルヘルムやクリストフの解放と、リボニア連盟が、自身の保護下に入ることを要求してきた。ジグムント2世やウグストは戦線復刻を行い、軍勢を招集し、1557年7月に、リボニアに向けて出発した。こうした軍事的圧力を受けて、リボニア連盟は、抵抗を諦め、9月14日に、ポズボル近くのジグムント2世。 アウグストの陣営で3つの条約に調印した。3条約はいずれもリボニアの庶民分とジグンと二世の間の関係に関するものだった。最初の2つは神聖ローマ帝国が派遣してきた施設の仲介によるもので9月5日に起草されていた。この条約によりビルヘルムはすべての自由と以前有していた権利を回復し大司教の座に復帰した。 また三つ目の条約で、リボニアは、リトアニアとの関係を再建し、公主同盟を結んだ。リボニア騎士団の新団長、ビルヘルム・フォン・フィルシュテンベルクも、この同盟に、騎士団として調印し、前の二条約についても、9月14日に、他の騎士団員と共に批准した。ポーランド・リトアニアとリボニアの同盟は、明らかに、ロシアツアーリ国を標的としていた。 この地域を支配下に置こうとしていたロシアは、ポズボル条約を、改戦自由とみなした。3月に、ノブゴロド条約で、タイスウェーデン戦争を終結させ、リボニアを次の標的に定めていた、イヴァン4世は、手始めにドルパッドに服従を要求した。イヴァン4世は、ポズボル条約で結ばれた同盟が実際に動き出す、前を狙って、戦争を仕掛けた。これが、 リボニア戦争の始まりであった。その結果、レバルはスウェーデンの保護下に入り、オーゼル島はデンマークノルウェーに占領された。リボニア騎士団長ゴッドハルトケトラーは1561年にビルナ条約でロシアに占領されずに残った騎士団領を世俗化し、正式にジグムント2世に服従してクールラント公を名乗った。ありがとうございます。